皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、すごい販売促進グッズというテーマでお届けしたいと思います。ですね、弊社が出しているですね、秋内は角角を読んでくださっている方で、神戸市のですね、桶下麻里さんという方がいらっしゃいます。この方はですね、帳票類っていうのかな、伝票ですよね。経理ソフトとかそういうのに使う伝票を販売している会社をですね、経営されているんですが、毎週木曜日ですね、この商いは角角をですね、使っていただいてですね、なんか朝活をやっていただいてるんですね。桶下さんが毎週、日月曜日から金曜日まで神戸朝市というね、動画配信かな、桶下さんがパーソナリティを務める番組を動画で配信してるんですが、その木曜日で商いは角角で朝活っていうコーナーがあって、それでこのね中の記事を使っていただいています。そんなこともあって、桶下さんのですね、Facebook ページとかチェックはしております。それで先日ですね、こういうのがあったんですね。おけまりの霊園 TTP 集客術っていうので、おけまりっていうのは桶下麻里さんを略してもおけまりさんっていうね、ニックネームですよね。で、霊園 TTP 集客術なんですけども、お金を使わずに集客をしましょうよっていうことで、その TTP っていうのは T は徹底、もう一個の T は敵に、P はパクる。で、徹底的にパクるっていうね、集客術アップってことなんですけどもね。それで、桶下さんはほぼ毎日なのかな。これで、お金をかけずに集客できる、ね、のを、紹介してるんですけども、街でね、見かけたような、ね、看板だとか、販促物だとかね、そういうのを紹介してるんで、非常に、身近に感じるわけですね。で、このですね、すごい、販促グッズなんですけども、普通ね、販促品っていうと、ポケットティッシュがどうだとか、ボールペンだとかね、夏だったらうちわとか、あとは、化粧品であればサンプル品とかね、あと試食品とか、そんなものが考えられますよね。ただですね、例えばポケットティッシュをもらったとか、ボールペンをもらったとかって、ちょっと、グッズとしてはですね、ありきたりすぎてですね、捨てられることも多いんではないかなと。で、なおかつですね、お客様のっていうかね、もらう人の心にね、じゃあそれが響くかっていうと、なかなかそうではないでしょうね。私も実際そうです。それで、その桶下さんが、街をきっと歩いてたんでしょうね。看板をちょっと見つけたんですね。A 型看板っていうんですけども、よく店の前とかに立ってる A 型の看板なんですけども、横から見るとね。そこにですね、これはすごいなと思ったんですけども、これちょっとね、これは、なんだろうな、飲み屋さんですよね。マッティーニとか書いてあるので、多分カクテルを出すようなですね、スナックじゃない、カクテルバーなのかな、ちょっと、どういう業態なのかちょっとわかんないんですけども、11周年って書いてあるんですね、看板に。で、飲み放題って書いてあります。3000円、安いですよね。で、気軽にご来店くださいませとかってね、書いてあって、通常メニューはございませんとかって書いてあるんですけど、ポイントね、じゃあ何の販促グッズなんだかって言いますと、飲み放題 T シャツ付きって書いてあるんです、3000円。T シャツが付いてるっていうね。なんだこれはっていうね。ちょっとすごくありませんか ?T シャツ多分これ捨てられることはないと思うんですよね。きっとこの3000円払ってこの店で飲み放題を選択するとですね、一緒に T シャツも付いてくるのかなと。どんな T シャツかはね、ちょっとわかんないですけど、これはすごいアイディアだなと。ちょっとここまでなかなかね、考えつく人も珍しいんじゃないかなと思って、これはちょっと面白いですね。実はね、私昔、量販店に勤めてた頃ですね、その店の中に、確かですね、ちょっと、中学生とか高校生向けの、二十歳ぐらいまでなのかな、
雑貨ショップがあったんですね。まあ、昔に言うとファンシーショップですか、ちょっと古いですね。まあ、そういうショップがあったんですけども、そこのですね、確かポップスって名前だったんですね、店の名前が。で、そこで、まあ、私はマーケティング部にいたんですけども、マーケティング部の女性の方と話し合ったらですね、なんか、ちょっとオリジナル商品作った方がいいんじゃないみたいな話になって、早速作ったのが T シャツでした。で、まあ、そのマーケティング部にはですね、イラストとか、ものすごい上手な、人がいたので、その人にですね、キャラクターとかいろいろ書いてもらって T シャツを作って、それをプリントしてですね、1000円ぐらいで売ったのかな、けど、結構売れたんですよ、それがまたね。まあそんなことでちょっと T シャツっていうのはね、私にとっては結構思い出のあるね、アイテムなんですけども、まあ飲み放題と T シャツに一緒にするっていうアイデア。そしてその T シャツ、まあ確実に家に持って帰られるでしょうね。で、外で着るかどうかはわかりませんけど、もしかしたら家着としてね、着る人も多いんではないかなと思います。まあそんなことで、面白い、すごい、反則品ということで、今日は飲み放題に T シャツがついて3000円というね、オケシタマリさんの、Facebook ページからちょっと紹介してみました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の、業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。